埼玉アゲオメディクス2番セッターの岩崎小由美です。よく褒められるのは髪の毛です。なのかの好きな食べ物はオムライスです。2歳になる息子が寝起き私の髪を触って髪切ったって聞いてきたことです。私を見て頑張ろうと思いましたって言われると嬉しいです。元気明るいポジティブ、体育館がない、みんな知ってる丸山公園です。カインズでフライパンを2つ買い替えました。長くなっちゃう。バーベキューに息子が参加した後からいつも乾杯って可愛くしてたのにイエーイって言うようになっちゃいました。今シーズンも明るく元気よく前向きにチームみんなで頑張ります。応援よろしくお願いします。